師匠の伊沢です。川上です。ナイスガイの須貝です。文字集クイズイエーイ。昔母音クイズってあったじゃないですか。はい、昔ね、はい、太鼓の俺もやりたかったあれ。今回は文字集クイズです。はい、はい、ある単語を正式表記した時の文字の種類だけ表示しますので、はい、こんな感じですね。おう、おう、これ答えクイズノックです。あーじゃないんだね。あーじゃないね、はい、今分かったのかと思ったあーじゃないんだQ と K が大文字で、うん、他が小文字で、かつスペースがない、うんはい、みたいなところから総合的に判断して、これをクイズノックと読んでください。アルファベットは全部 A になる。はい、アルファベットは全部 A。 A は大文字と小文字があります、はい、その他、漢字はすべて漢字の漢、うん、ひらがなとカタカナはそれぞれ、あ、数字は全部1です。はい、そして記号やスペースはそのまんま残してあります。なるほど、漢 AK 絵紙がいっぱい出てくるわけです。漢 AAA 漢 AAA あーボタンは1人1回まで押せます。はい、はい、あ、今日なんだ。次マジで漢 AK 絵紙来たらマジで押すわ。じゃないでしょ。いきます。問題はこちらだ。ドン。うわー、クソ、やられた。魔法少女マドカマギカ。超わかるじゃんよ。めっちゃわかるじゃん。超わかるね。クイズノックが難しすぎるわ。じゃあ川上さんが1ポイント。やられた。やられた。これ集中しないといけないやつ。わかるもんだな。そう、俺缶見た。あー、缶影響ちげえ。問題2問目、ドン。横浜 DeNA ベイスターズ。うわすごい、それはすごいわ。ほんまや、すごすぎてリアクションが薄い。いやーできましたね。できましたね。これ DNA でぐらいね、ヒントね。そう、絶対そこあるんだけどなって思った。DNA だ。わかるもんだね。案外わかる。うん、いやーもう何回見ても感 AK。もうやばい。分かっててもそう見える。3問目はこちらだ。ドン。マクドナルド。よし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 。熱重い。よかった、マクドナルド大好き。昨日も行ったマクドナルド。情報量めっちゃ少ない気がするんだけどな。いや結構バンドの名前かなとか思ってしまった。なんとか S なんだよなっていうことしかまだ分からなかった。4問目こちらだ。ドン。あ、今分かりそうで分からなかった。G 戦場のアリアだ。うわぁ、うわぁ、よし、そうか、そうですよ、かなりアじゃん、かなりアリアだ。これは嬉しいぞ。これ分かったらめっちゃ嬉しいだろ。いや気持ちよかった今。5問目いきます。5問目はこちらだ。ドン。1は全部数字の何かです。はい、うわ、いっぱいありそうなのにやないな。そう、これいけんなと思ったのよ、俺。カンカンカンだな。そう、漢字が多いな。うん、これ。早い。100万回生きた猫。よし。簡単な字だった。くそ。万回と一か。あ、そう。だから、実は数字っていう。みんな真面目にやりつってリアクションが、いやいやかすれ声系のリアクションが、みんなやったら分かると思うけど、こうなる。本当にね、うわーうわー、そうですかって気持ちだよ。今のところ菅井さん1、伊沢さん3、川上さん1。いやー、お、いやー、ということで最終問題は100万点です。100万点取った猫。6問目最終問題はこれだ。ドン。本当にや、本当に本当に、え、だってこれさ、え、無限にありそうな、逆にないんだけど、これキーボードに書いてあるやつだよ、これ。いや、集中しろ。え、これ名詞ですか。ね、普通名詞。普通名詞。あー、いや、なんかちょっと待ってよ、伊沢さん、何も喋んない。いや、いけそう、いけそう。集中が一回切る。一回入れ直す。むずいな、これ。割とみんな知ってる単語。うん、まし、絶対知ってる。そういうことか。くのいち。
あー本当だ。うわーこのリアクションになるわー。うわーうわこのリアクションになるわー。めっちゃ気持ちいい。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。リアクションになるわ。確かに絶対こうなるのってないんですよね。くの一で見たらそう思うもんね。うん、あ、そうだわ。めっちゃテンション。いや、できる気なんだな、これ。なんか、もっとこうね、一個一個潰そうと思っちゃったのがおかしくて。外見を考えたらね、正解できるべきなんですよね。ということで、優勝は100万1ポイント、川上。うわー、もう。あ、ほんとだ、あー。あはい、ということでね、今日はね、文字集クイズやってきましたけどね、難しかったっすね。で、できた時の回転がすごい。そうね。とだわかりました。皆さんも、ぜひ、私の思いついたら、あ、そうよ。そう、文字集で書いてもらったりとか、ぜひ皆さんもコメント欄でやってみてください。どれぐらいできたかも教えてね。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、ツイッターの俺もよろしく、さよなら。